バートランドメイヤーバートランドメイヤーは、オブジェクト思考プログラミング言語 FL を開発した、フランス出身のコンピュータ科学者、プログラミング言語関連書の著者、研究者、コンサルタント。ソフトウェア工学において、契約による設計を創始した、オブジェクト思考プログラミングの教科書オブジェクト、オリエンティットソフトウェアコンストラクションの著者である。メイヤーは、 簡潔で洗練された使い勝手の良いコンピュータ言語の理想を追求し続けている。また、オブジェクト思考プログラミングを早い時期から強く提唱した人々の中の一人である。著書オブジェクトオリエンティットソフトウェアコンストラクションでは、オブジェクト思考プログラミングの事例を優れた形で提示した。メイヤーの他の著書としては以下のものが知られている。メイヤーは、 数多くの技術記事を表しており、また多くのカンファレンスで議事録を編集している。メイヤーは、FL による手法とオブジェクト思考プログラミング言語、FL の最初期の設計者であり、その後も引き続き FL の進化に関わっており、また契約による設計として知られる、開発手法の創始者である。その他のメイヤーの活動としては次のようなものがある。メイヤーは、 フランスのパリのエコールポリテクニークで学士号を取得。アメリカ合衆国のスタンフォード大学で修士号を取得。フランスのナンシーのナンシー大学で PhD を取得した。メイヤーは9年間フランス電力公社に在籍し、3年間カリフォルニア大学サンタバーバラ校に在籍して技術者及び管理職としてのキャリアを積んだ。1985年6月に インタラクティブソフトウェアエンジニアリング社を創業し、同年に同社でオブジェクト指向プログラミング言語、エッフェルの設計を行った。2001年10月からは、中理非公科大学の教授を務め、保証された水準の品質を備えた信頼性のあるソフトウェアコンポーネントを構築することに関する研究を続けている。メイヤーは、オブジェクト指向プログラミング言語、シンを通して、 オブジェクト技術を経験し、また抽象データ型と形式使用技術について早い時期から研究をしていた。こうした経験が FL の開発の一定の基礎となった。FL 及び深夜らは Python など他のプログラミング言語の開発に強く影響を与えている。メイヤーは2005年にアイトダールニガード賞を受賞した。この賞は 一年ごとにオブジェクト思考の分野で技術面において重要な貢献をした二人の人物に授与される賞である。メイヤーは2006年6月9日に悪夢から FL の設計を評価されソフトウェア品質に大きな影響を与えたとして悪夢ソフトウェアシステム賞を受賞した。2005年12月28日にウィキペディアドイツ語版において 匿名の投稿者により事実とは異なるメイヤーの死去がメイヤーの記事に投稿された。ウィキペディアドイツ語版でのこのいたずらは、兵士ニュースチッカーにより5日後に報じられ、ウィキペディアドイツ語版のメイヤーの記事はすぐに正しく、直された。この経緯は、ウィキペディア英語版における新元ンンソーラーの経歴論争のウィキペディアドイツ語版のバージョンとなった。メイヤーは、 百科事典プロジェクトウィキペディアについて肯定的な評価を何度か表明している。メイヤーはウィキペディアを次のように結論づけている。ウィキペディアというシステムは潜在的な不備に屈することはあってもすぐに自らの力で自分自身を治す。潜在的な不備は全体像に影響を与えない。ちょうど私に関する記事のようにウィキペディアが破綻するという風文は誇張されている。 メイヤーが執筆した書籍を挙げる。なおメイヤーはこの他にも多数の論文を表している。ありがとうございます。